みなさんこんにちは、しょりみちゃんのしほです。はい、ということで今回はですね、今回はね、スリーコインズで福袋、袋じゃないな、福箱を買ってきました。正式名称がわからんのだけど、ちょっと検索してみるか。検索。今の時代もう Google スパイセンにさ聞けば何でもわかるじゃん。あ、後ろに書いてあったわ、箱の後ろに書いてありました、すいません。ハッピーボックスですね、やっぱ箱でした、ハッピーボックス。ということで今日はね、3コインズで買ってきたハッピーボックスを開けていきたいと思います。今回はイヤリングとファッションとインテリアとキッチンの4つを買ってきました。ということでまずはね、こちらのイヤリングのね、ハッピーボックスを開けていきたいと思います。イヤリングを含む5点入りだそうです。だからイヤリングだけじゃなく違うアクセサリーも入ってるよみたいな感じだと思います。いやー楽しみだね。開けていきます。開けます。おお、なるほどね、こんな感じでなんかラッピングしてある、かわいいということでまずね、シューシューですね。私ね、あのシュー探してて、そう欲しかったんよね。そういえばビッグシューシューとか流行ってんじゃん、あの大きいシューシュー、ああいうのをちょっとつけたかったの。マジで本当にありがとうございます。次はクリップですね、髪のヘアクリップっていうの。あ、かわいい、今もう流行ってるよね。ショートさんとかもこうあの束ねてねじってこれで止めると可愛くなるとかさ、今こういうさ、あのなんていうの、ヘアアレンジ流行ってて、すごいで使い時ですよね。流行り物を入れてくれるってすごい嬉しいよね。次は青と黒っぽいゴムですね、紙ゴム、かわいい。これはもう本当に腕につけとくので、私いつもつきついてるんですけど、あ、かわいい、ちょっと使えますねこれは、ね、そう学校とかにもつけていけるからゴムはいいよね。で、お、イヤリング入ってました。え、待って、パールなんだけど女子力パールかわいい、ちょっとつけてみますね。多分こういうこと、今までにね持ってないような形のイヤリングだったので、もうこれは当たりですね、かわいい。ラストはリング、一瞬リングって言いそうになっちゃった。こういう大理石的な、あれ大理石って白だっけ、まあでもなんかオシャンティーな感じの指輪ですね。え、かわいくない、え、かわいい、普通にかわいいんだけど、かわゆいね。はい、ということで次にね、こちらのファッションハッピーボックスを開けていきます。ファッションですよ皆さん、ファッション、ファッション、あって、かわいい、いきます。まず1点目がこちらのキャップですね、かわいい。今流行ってたよね、こういうやつ次はこちら、かわいい、なんだっけこれ、なんていうんだっけ、学校で使ってるよ、あの給食で使うさ、ナプキンとかさ入れるやつ、巾着袋っていうの、巾着ですね、かわいい。普通にさ、あのバッグとかにも入れられるし、ポーチ代わりとして、もうほんとこういう形大好きなんよ。しかもチェック、白黒、モノクロ、モノトーンですよ皆さん。でこうやってここ紐をね、こうリボン結びに結んだら、待って、かわいいって言おうとしたけどさ、これかわいくなくないちょっと待って、これかわいい、かわいいか、かわいいです。次、
何が出るかな。ベルトだ。待って、ベルトだ。え、かわいい。私ベルト好きなんですよ、ベルト。マジか。マジですか。ベルト、かわいい。かわなんだが、あのね、金属のところが銀のベルトですね。でね、素材がなんていうの、今私がつけてるような感じのベルトで、こういう感じの素材のベルトで、いや、どんなだよって今突っ込んだ人いますかね。つけてみますね、上からだけど。と、かわいくない？かわいすぎんの。全然安っぽくないし、むしろ高級そうに見えるっていうか、めちゃめちゃかわいいです。次、ラストですね。靴下だ。皆さん、靴下。あ、待って、黒だ。なんかね、なんていうの、でも足を入れるところがヒラヒラしてて可愛いですね。なんかトレンドって感じの、何にでも合うような靴下。私今素足なんですよ、一応。素足見せちゃった。履こうかなと思います。ちょっと履き心地のね、感想をちょっと言いますね。履きます。あったかい。続いてはね、インテリアハッピーボックス、緑色のやつ開けていきたいと思います。だから今後もうワクワクしてます。いきます。一つ目は花だ。花だよ、みんな。ちょっと待って。花めっちゃ可愛いんだけどさ、ちょっとエビセンに見えた。一瞬遠目から見たらほらエビセンじゃない。え、可愛いね、この花。エビセン可愛い。次、なんだこれ、丸いぞ。丸いな。え、丸いよ。どう？こういうこと？え、え、なにこれ？この流れ的に来たらこうだよね、普通。うん、かわいいよ。かわいいんだけどね、立たないの。あれ？なんだこれ？なんだこれ？あ、壁にかけるとか、こういう感じで。次は、おー、ひまわり。ひまわりのポストカードですかね。あと3枚ついてました。最初ね、こう入っててひまわりだけかなと思ったら、なんということでしょう。3倍。2シールがね、3枚ついてました。かわいいね、これは。いや、よかったよかった。今のところ当たりなんじゃないですかね。で、なんかね、なんか、え、まずなんか、ごめんなんか、大きいんだけど、本かな、これは。パッと見本だよね。開けていきます。え、多分これ収納だよね。あ、うん、こんな感じのね、100均とかでも今よく見る収納ボックスのですね。かわいいです、これ。かわいくない？で、こんな感じですね。見えたかな。で、こういう感じと見えた。はい、ということでね、インテリアは以上でございます。ラストはね、キッチンハッピーボックス。これママがすごい押してました。欲しいって。多分ね、キッチン用具、キッチン用具、うっそー、キッチン用品のが入ってるんだと思います。私は予想としては、これでトイレットペーパーとか出てきたらちょっとウケるけどね。
オープン。いきまーす。まずは、こちら。おー。なんだっけこれ。なんだっけ。軽量カップ。軽量カップ。こんな感じのね、軽量カップ。で、なんか、すごいいっぱい入ってる。5段階のね、軽量カップでした。かわいい。次。次は、おー、まな板。白のまな板っていいよね。かわ、え、待って。一瞬分身したかと思った。2枚ついてる。やばい、2枚入りや。2枚入りだ。すごい。次。次に、こちら。スポンジボブちゃんですよ。おお、なるほどね。ああ、いい感じのスポンジだわ。スポンジはあの消耗品ですから、いくつあってもね、本当にいくつあっても嬉しい商品でございますよ。皆さんすごくない？え、待って、これまだ入ってるのって感じ。すごいいい。今のところ本当もうめっちゃいい。かわいい。うん、これもね、あのね、灰色と、灰色と黒で、ほんと、かわいいですね。これも、置いてたらおしゃれですよね。こう、シンクのね、そこにこう置いてたら、かわいいですね。これはね、あの、すごいね、私の手にすっぽり入るぐらいの大きさで、ほんと、洗いやすそう。次。あ、次がラストかな。なんだろうこれ、バスケット、バケット的な、あー、なんかザルですね。ザル、トマトとかさ洗ってさ、こう水切りみたいな、こういう感じのザルですね。かわいい。四角いし白いの、かわいい。めちゃめちゃおしゃれじゃん。何これ、わー、使い勝手良さそう。やば。はい、ということでね、今回はね、あのシュリーコインズでね、4つの福袋を買ってきたので開封してみました。それと、ということで、それではバイバーイ。バイバーイ。